翔です。安崎です。お願いします。さあ、今日なんですけども、はい、この二人でオープニングをやっているということは、うん、トンボドッキリ企画。いやー、来ましたね、はい、来ましたよ、うん、まあ、結構ね、コメント欄の方に来ますわ、はい、そろそろ、はい、トンボさん、はい、ちょっとやり返してみてはいかがと、うん、もう結構来てるんで す, そうです、ね、でもちろん僕もね、いつかやり返したいと思った、はい、これ、ええー、のがね、はい、ええー、タイミングのが来たんですよ、うん、これ絶対絶対にトンボがビビりまくる、はい、ドッキリでございます、はい、一体何のドッキリをするかと言いますと、はい、ココリコ遠藤さんがブチ切れたらトンボはどんなリアクションをするのかドッキリ。いやだー来ましたよ皆さん。来ましたね。覚えてますかね皆様、はい、カジサックチャンネル史上、はい、ベスト3に入っている再生数がある、うんうんうん、前回ね、今サムネ出てると思いますけども、はい、ココリコ遠藤さんに僕ブチ切れられた、はい、逆ドッキリをされたじゃないですか、はい、うん、あれ実は考えたのトンボなんですよね。そうですね。ね、もうちょ、はい、思い出して腹立ってくるんだけど。そうなんですよ、はい。だから3年越しのドッキリだから。なるほど。同じことを、うん、トンボに、まあ同じ、今度逆ドッキリではないんですけども、うんうん、もう同じようなことをちょっとトンボにぶつけたいなと、はい、ちょっと思っておりまして、うん、で、そもそもどうしてこのドッキリをすることになったかと言いますと、ちょっと説明いいですか、はい、お願いします。これ結構ちょっとね、僕の中でもたくさん考えた結果、うん、ちょっとね、難しい設定になっちゃったんですけど、はいはいはい、ちょっとゆっくり流れとともに説明していきますね。はい、まずですね、うん、ココリコ遠藤さんから僕連絡来たんですよ、はい、これ何かと言いますと、うん、遠藤さんがこの度なんと本を出版されるということで、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。で、もうありがたいことに LINE いただいて、カジ、うん、もしよかったら本出すねんけど、なんか一緒にできたりせえへんかなっていう連絡をいただいたの、うん、僕ももちろん喜んで何かやりましょうってなった時に、もうその食い気味でピンと、はい、あれ遠藤さんやったらなんかブチ切れドッキリできんちゃうかなって思って、で、トンボにやりたいなって俺はその時になって、はい、で、遠藤さんにすいません、ちょっとそっちのドッキリ系で企画を考えてもいいですかねって言ったら、うん、あ、任せる任せるって言ってくださって、うんうんうん、俺ね、2日、丸2日ぐらい考えて、はい、ちょっとむっちゃええの思いついたんですよ、はい、木島くんに、うん、遠藤さんから、うん、ね、こういう連絡が来たっていうことにしてくれと、はい、僕が木島くんにお願いしたのが、うん、誰が来るかわからないツーショットトーク、ほう、これを遠藤さんがカジサックチャンネルでしたいねんけどって、うんうんうん、キジマに連絡が来たことにしてるんですよ、はい、で、キジマが分かりましたと、うんうん、じゃあ一回、まあ、カジサックには言えないので、うん、トンボさんに一回当ててみますっていう流れになってます、はい、なるほど。で、これね、絶対トンボは食いつくと僕は思うんですよ、はいはいはい、で、キジマくんにね、はい、あのトンボに伝えてみてって言ったら、見事にトンボが、はい、めっちゃいいじゃんってなってそれめ、なったよな、はい、なりました。そう、だからトンボは誰が来るかわからないツーショットトークをすると思っているんですよ、はい、でも実際はもちろんやらないですよ、はい、で、ここからまあ流れなんですけども、うん、トンボはそれをすると思ってます、うん、だからそれ用のオープニングは後で撮ります。なるほど。で、要は偽オープニングです、ね、はい、だから僕芝居しますから、はい、全部こっち知ってるけどね、はい、言い出すわ、はい、全部俺は乗っかってやります、はい、で、遠藤さん多分玄関入ってくるとこあって、はい、で、僕が、あ、遠藤さんやったんやみたいなリアクションしながら、はい、そしたらトンボは、遠藤さんでしてみたいなこと言うわ、はいはい、全部知ってますけどね、って芝居やって、うん、で、遠藤さんと結局こうツーショットトークをすることになるんですけども、はい、そこで、うん、まあ、遠藤さんにですね、うん、こう本の告知を実際していただこうかなと思ってますわ、はい、で、まあ、どうやって遠藤さんにキレてもらうか、うん、そうですね、これすごい大事じゃないですか、はい、今回遠藤さんの本のタイトルが、うん、はい、我が輩はアホであるなんですよ、はい、すごい面白いタイトルそうですね。そうで、ちょっとそれを使わせていただいて、はい、失礼ボケをしようかなと、なるほど、僕は思っております、はい、で、遠藤さんに告知していただいた結果、うん、一発目の失礼ボケは、はい、いろいろ聞いた結果、僕が、まあ、遠藤さんってぶっちゃけアホですもんねって言いますわ、うん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 、そしたらおそらくトンボ笑うやん、はい、で、その時はスタッフみんなも軽く笑ってほしい、はいはいはい、そう、軽く笑ってください、はい、で、なんかありました、うん、で、二つ目の失礼ボケ僕言いますわ、はい、いや、しかし遠藤アホゾウさんってとか言うわ、うん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 、で、遠藤さんおそらく突っ込んでくれる、はい、そこもトンボ笑うよね、はい、みんな抑えて、はい、笑いを、あ、なるほど、うん、普段だともう絶対笑っちゃいますもん、絶対笑っちゃう、はい、でもそこちょっと抑えて、はい、で、遠藤さんのツッコミも入るから面白くはなると思うんだけど、はい、我慢して、はい、ね、三つ目、はい、僕が、いや、しかしアホリコの遠藤さんも言うから、はい、何も笑わないでトンボだけ笑うのよ、まあ本来ならおかしいですよ、ね、本来ならおかしい、ありえないですよ、でもトンボはもう笑っちゃうと思う、はい、でも結果笑ってるのはトンボだけなの、はい、そこから、はい、遠藤さんがキレ始めます
なので、はい、とはいえいきなりトンボに切れるのはちょっとあれだから、そうですね、遠藤さんにお願いしてるのは、はい、まずもう僕に来ちゃってくださいと。それも若干怖いんだけど。そうですね、はい、遠藤さん怖いのよ、うんうんうん、芝居とはいえ、はい、俺昔ほんまに怒られたこと一回あるから。まだそれちょっと怖いのよ。トラウマがね。トラウマが。でもトンボを引っ掛けるためには一回そこ挟まんだから。そうですね、そう、はい、他に何やお前みたいな、はい、えっつって、ちょお前失礼やんかお前、はい、あすいませんみたいな、あったタイミングで遠藤さんに良きところで、はい、でお前も何笑ってんねんみたいなことでトンボに蹴れてもらう。こっから俺イケイケと思うや、遠藤さんイケイケイケっつって俺めっちゃビビると思うの。これはいいですね、これいいでしょ、はい、で今日隠しカメラもたくさんこれ仕掛けてるから、はい、うん、もう良きところで俺もリアルに、うん、先これもう使われへんからカメラ切ってとか言う、はいはいはい、もうその時点でもうトンボ もブルブルなってるから、はい、でも遠藤さんにブワーって切れてもらって笑わないようにね、はい、でもね、多分笑われへんと思う。そうっすね、遠藤さん芝居やばいから。そうっすね、前回もそうでしたけどね、ていうかね、軍団山本の芝居やばいのよ。山さんも俺やられたやんか。そうだ、そう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 、でも笑われへんと思うから、はい、こう良きようにこうリアクションしてて、はい、まあ、僕らも多分反省してる空気だよね、はい、で良きところで3年前と同じよう用意しましたよ、うん、遠藤さんに出てってもらう、はい、で僕ら変な空気になるよね、はい、でなんだかんだあったら、はい、良きところで遠藤さんに入ってきていただいて、はい、これですよ、はい、ドッキリ大成功を持ってきたでネタバラシということでございます。なるほど。すいません、ちょっとややこしいですけども、ちょっとそれぐらい手こまんと、うん、もうなかなかドッキリも難しくなってきてるっていうことで。そうですね、あいやこれ、はい、トンボさんって言ったら、うん、ただでさえ生粋のビビリじゃないですか。そうね、に遠藤さんのブチギレがあるわけですよね。そうそうそう、これトンボさんどうなると思います。ゾウレベルのおしっこを漏らすと思います。バシバシってってなって、一回事務所清掃せなあかんぐらいのレベルのおしっこを漏らすと思う。浅瀬みたいになるとバシャーンってなる。で結果また遠藤さんに怒られるって言ってる。まあ、汚いなお前。とにかくね、はい、泣くまであるかもな。そうっす、ひょっとしたら、うん、ありそう、あるよな、ね、ちょっと楽しみよなこれ。これは楽しみですね。そうなんですよ、はい、でも今回この企画を受けてくださった何よりも遠藤さんですよ。本当ですね、本当にありがたいじゃないですか。ありがとうございます。ちなみにこの後ちょっと仕掛け人でもある、はい、遠藤さんにもちょっと登場していただこうと思いますので、はい、早速いきましょうか。はい、はい、というわけで本日もせーの、お願いします。さあというわけで今回の仕掛け人、ココリコ遠藤さんです。ほいほいほい、出た、ほいほい、お願いします。あるだろ。すいません遠藤さん、無茶な企画を。もういや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 、ほんと、まあ、ほんでこっちの方から持ちかけた話やねんけども、はい、なんかえらい対策になりそうですね。3年前になるんですけど。あれ3年もなる。はい、未だに僕ちょっと思い出すとピリッとするんですけど、あれえげつない再生数になってますからね。ほんまに、あれ800万再生超えてますからね。そう、でもいかに遠藤さんの、あのお芝居がすごかったか。いやいやいや、そんなことないんですけど、はい、本当にカジトはね、はい、一発目のうちのチャンネルの立ち上げに来ていただいて。そうですね、そう、はい、でそこからこうちょこちょ こうコラボさせてもらって、はい、で年一の締めのゴルフっていうので。そうですね、もう恒例のさせてもらってるんですけども、はい、ちょっと今回なんかいろいろね、僕がちょっとこう、まあ、ある本を出すということで。そうですね、はい、ちょっとお邪魔させてもらうんですけども、はい、まあいろいろ企画を聞いたら、はい、結構カロリー使うなって思って。すいません、いや全然いいです、全然いいです。すいません本当に。まあまあカロリー、今日俺本当朝からずっと偏頭痛で。マジですか。そうなんですよ。もう大丈夫ですか。もういろんなね、頭痛薬、鎮痛剤飲んで、もう今もうお腹いっぱいになってるんですよ。そんな飲んで大丈夫です。そんなの大丈夫です。それでもちょっと今日聞かないぐらいなんですけども、まあでもちょっと頑張りますよ。それで言うと体調的にはブチギレドッキリ体調になってるみたいなことですかね、ちょっと。すげえリアルにキレれると思います。なんかこうリアルな感じの、なんかだるい感じの、まあ、それちゃうんじゃんかこらみたいな感じになりそう。これがマジで怖い。そうなんですよ。とはいえね、遠藤さん、うん、やっぱり僕の時って、はい、関係性があったじゃないですか。そうね、だからおそらく遠藤さん的にも、うん、まあ切れやすいって言ったらおかしいですけど、はいはいはい、なんかやりやすかったと思うんですよね、うん、3年前は、はいはいはい、今回ターゲットがトンボじゃないですか。そうなんです。ちょっと遠藤さん的に難しいかなとも思ったんですよね。そうなんです。でトンボ君 そのあんまり個人データも知らないので。そうですよね。もしよかったらここでいくつかいただいてたらまあいいかなとは思うんですけどね。いっぱいあります。ある、いっぱいあります。ええのがあるんですけど、うん、年末にゴルフはい、やられ来てもらってね、やってるじゃないですか、うん、
毎回トンボゴルフロケ来ないんですよ。お前ら。お前らこれだけスタッフおるけど、そうやな、はい、安武君いつも来てくれてるもんな、はい、もう安武メインで来てくれて、そうやな、実はトンボ来ないんですよ。ほんまやな、俺はね失礼だと思うんですよ。ドッキリじゃなくなって思ってた。でもそんな感じで、お前らあいつ来てないな、本当に来てない。いやそれはいいんですけど、あそうね、それがまず1個あるね、1個あったりとか、うん、まあトンボってめちゃくちゃデリカシーなかったりするんですよね。はい、で結構そのデリカシーないっていうのは動画内で伝えてたりするんで、うん、例えば僕がこう財布開けた時にたまたまちょっとこう手滑らして僕領収書パーンと落ちたことがあった時に横にトンボおったんですけど、トンボがそれ拾ってくれたんですよ、うん、ありがとうってなったんですけど、その後あいつ何買ったかずっと見てたんですよ。デリカシーないな。人のプライバシーでしょ。そういうのを平気でやるタイプなんだ。俺ちょっともう俺普通に来たら切れそうやな。あとまあシンプルなとこなんですけど、はい、彼メガネかけてるじゃないですか。はい、かけてますね。あれ伊達メガネなんですよ。伊達ないね。うわー、スタッフさんで伊達かけ出したらもういよいよやで。いや、なんか演者さんやったらまだしも、それでもちょっとどうかなと俺は思ったりするんですけど、はい、だその辺も伊達メガネっていうのも動画でちょこちょこ言ってたりするんで、うん、遠藤さんが知っててもおかしくないので。なるほどなるほどなるほど、はい、なるほどね。しっかりそこはちゃんとさせていただいてます。わかりました。そしてあと1個ぐらいあるとするならば、うん、最近実はうちの動画でですね、うん、あのトンボが歌作りまして、はい、それで恋は時間をバグらせるっていう歌なんですけど、うん、それを先日オフ会したんですけど、うん、そのオフ会1000人動員して、はいはいはい、1000人の前で彼歌って、うん、ものすごく気持ちよくなってます。うわ、なんとなくその情報だけあったらなんか楽しくできるかなと思って。完全にこうなってもうバキーでもこの、ね、眠ってくるの。あー気持ちよかったなーってなってるよな。はい、あーそう、まあ、材料としてはこの辺をなんか、分かりました、あの使っても使わなくてもいいので、はい、ちょっとこう思い出しながら、おそらく遠藤さんももうあの現象で決めるタイプの方なんで、そう、その時何言うかとかは、うん、そうですね、ちょっとお願いしたいな。分かりました。あとすいません、うん、あの失礼ボケをさせていただくんですけども、はいはい、あのそこは申し訳ないんですけどもお許しください。めっちゃ目怖いっす。全然いいですよ。じゃないと、ね、なかなかこう、はい、切れれないからね、はい、もうそうですね。いや、あと言うときますよ、はい、僕ほんまあの普段こんな切れないですからね。切れないですほんと切れないですよ。エノさんめちゃくちゃ優しい。ほんとに切れないです。唯一しいって言うなら、うん、プライベートのゴルフ遅刻したらめっちゃ切れます。これだけしいってしいって言うならば。ありましたね。クラブハウスの前で思いっきり土下座しましたもんね。謝ろお前、俺らみんなにしてな、すいませんしたーってな。それはでも大事なことですか。そう、まあ、ゴルフ含めてね、はい、まあ、まあちょっとまあね、はい、普段僕本当優しい、本当に温厚な。そうですよ、ええ、本当にそうですよ。あのロンドンブートのアトシにおしっこかけられても僕切れなかったです。アトシあかんねんで、人におしっこかけたらあかんねんでって言われて。そうですよ、そうです、そうです。あ、わかりましたって言ってたけど。それもおかしい。気づけ、知らんのかいと思って。大人なってと思って。でもそんななんですけども、ちょっと今回はちょっとお願いいたします、はい、なんでちょっとアホいじりをさせていただく。もちろんもちろんもちろん。ちょっと3つぐらい、まず一発目は、うん、ぶっちゃけ遠藤さんってアホですもんねみたいな感じの軽いのジャブ入れさせてもらって、その後ちょっとアホいじりで、うん、遠藤アホゾウさんみたいな、うんうんうん、ちょっと突っ込んでいただく、うん、はいはい、もちろん。でその後、最後3つ目、うん、いやしかしアホリコの遠藤さんみたいな感じで行かせていただきますんで、うん、ちょっと突っ込んで、この辺でこうスイッチ入れてなんかこうなっていく。多分まず僕に来ますよね。まあそうよ、いきなりトンボくんには行くことはないと思う。そうですよね、まあ、トンボくんがその時どういう状況かにもよるけどね、はい、うん、で良きタイミングで3年前と一緒ですわ、はい、遠藤さん出ていただいて、はい、ちょっと隠してあるんで、あのドッキリのカードそれをちょっと持って帰ってきていただいたら、うちうまいこと取りますので、分かりました、よろしくお願いします。プラスごめんなさい、この後まだね1時間以上あるんですけど、はい、ちょっと遠藤さんには一回帰られてもいいので、ちょっと時間潰していただいて、はい、分かりました。また連絡させていただきますので、分かりました。何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いよいよ本番です。緊張する。どうも、快速です。さあ今日なんですけども
なんか最近多いんですけど、はいはい、僕何も聞いてないんですよ、うん、これ何やろ、トンボさんの、そうですね、持ち込み企画、ありがとうございます。なんすか、もう発表してよろしいですか。いや、もうだっていやいや言うてもやるでしょ。やります。いやいや言うてもやります。やるよね。やります。なんですか。はい、それでは発表したいと思います。はい、今回の企画は、うん、誰が来るかわからないツーショットトーク。え、何それ。新しいでしょ、誰が来るかわからないツーショットトーク。どういうこと。これがですね、うん、実はですね、はいはい、とある方から提案があったんですよ、うん、あ、オファーが来たと。そうなんです、うん、この企画ごと。それは嬉しいね。そう、それで木島くんにまず企画が来て、うん、で僕教えてもらって、はい、それいいやないかとなって、はいはいはい、今回それをやってみようということでございます。なるほど。そうなんですよ、一切何の情報もない状態でバッと来てもらって、そのままツーショットトーク、うん、え、めっちゃ怖いねんけど。いやでも言ってね、カジサック、うん、もうツーショットトークはもうね、うん、もう百戦錬磨なわけじゃないですか。まあ、いっぱいやらしてきてね、うん、だから誰が来るか分かんない状態でも、うん、俺結構調べてるからね。まあまあ、それは分かってます。ちゃんと事前に分かってます、うん、それを分かった上でやってみようということでございますよ。これしばらくしたらですね、うん、僕のところに連絡が来て、うん、そして事務所のチャイムが鳴ります。はいはいはい、はい、そしたらもう来ますので。あ、俺は玄関で誰が来るかって分かるってこと。そういうことでございます。面白いかもね。そうでしょ。まあ、不安やけどね。はい、やるじゃん。だから今回楽しみでございます。とりあえず待つってことね。そういうことでございます。わかりました。はい、え、怖っ。じゃあ行きますか。はい、はい、というわけで本日もお願いします。おー、来ましたね。行くじゃん。はい、行きましょう。ええ、ちょっと待って、マジで。誰だ。どなたでしょう。だ、後輩かもしれんもんね。まあそうですね。せ、あ、こんばんは。おい、どうも。はい。え、そうなんです。遠藤さん。というわけで、はい、第1回のシークレットゲストはココリコ遠藤さんです。わー、ありがとうございます。めっちゃホッとした。遠藤さんっすか。そうなんです、俺が一発目で。マジっすか、うん、すいません、よろしくお願いします。わ、よろしくお願いします。久々やもんね。あ、そうですよ、あの、年末のゴルフ以来ですね、はい、遠藤さんとは何もでも喋れますよ。こんなのもう言うてね、可愛がっていただいてますから。いやいやいや、変なことないですけど。あ、今回遠藤さんがお声掛けいただいたんや、はい、そういうことなんです。はい、とはいえでもちょっと興奮します。うん、なんで、嘘やろ、興奮せんやろ。いや、しますよ、やっぱり。それは遠藤さんのやるってなったら事前に僕いろいろ考えてますもん、いつも。まあ、ほんまですよ。いつも野面で来てない。急にオレンジ来たりとかさ、ほんま。何年か前やけどね。確かに。ほんまに。あれ、ほんとにすいません。いやいや、興奮してんやん。じゃあこの流れで行くってことも。そういうことでございます。いいの。はい。ツーショット。はい。あ、じゃあよろしくお願いします。お願いします。すごいすごい、おもろいおもろい。改めまして、ココリコ遠藤さんでーす。よろしくお願いします。お願いします。遠藤さん、ほんまに。すいません。ていうか、そもそもちょっと聞きたいんですけど、はい、うん、なんか遠藤さんからの企画じゃないですか、うん、そうなんですよ、これどうしてまたというか、まあ僕もね、はい、一応芸能生活30周年目なんです、今。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。おめでとうございます。なんで、もう、ここもそうでやらせてもらってるんですけど、はい、そんな僕が、ちょっとこのまま30年をまあ、気にして、はい、本をね、本ちょっとね、まあこんなアホな僕がちょっと本を書いてみようということで、はい、すごい。ちょっとこう今までこう振り返ったエッセイというか、まあいろんな方に本当にお世話になってるんで、はい、まあ、感謝の意味も込めまして、はい、ちょっとこういうね、ほう、あのね、タイトルはもうズバリ、我が輩はアホである。ちょっといいですか、遠藤さん。はい、もういいですか。どうぞどうぞ。めっちゃいい、この表紙。素敵これ。いや、これをちょっとね、出していただくんですよ。はい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 、はい、まあ、今もこの時点でも出てんのかな。ちょっと告知と言いますか。あ、なるほど。ちょっとまあ、家事にもね、本当いろいろお世話になってるし、はい、で家事のことも本当に、まあ、書いてるか、ちょっとそれはちょっと覚えてないんです。なんでなんですか。そういうの書かれると嬉しいタイプなんですよ。喜ぶタイプの。でもいろんなことを、でも本当に
まあ、ガキの使いあらへんで、はい、で、まあ、ダウンタウンさんと知り合って、はい、今に至るまでこういろいろお世話になった話であったりとか、あとトンネルズの木梨憲武さんにすごく可愛がっていただいててとかっていう話とか、ね、はい、あと、まあ、そもそも相方の田中直樹と、はい、どこでどう出会って、でなんでコンビ組むようになって、はい、まあ、いろんな、まあね、コンビも分かるでしょ、キングコング、分かります、何がありますよね、コンビならではのね、こういろんな紆余曲折、あ、やっぱりそうですよね、あるじゃないですか、ありますわ、そういうのも僕が書かせてもらったりとかしてと、はい、いうことで、基本的には真面目な話、はい、自分の娘と息子2人と子供3人いるんで、はい、かわいい、かわいい3人、うちのお父さんはこんな感じの人生を送ってきてたんだなっていうのが、まあ、分かればいいかなっていう本なんです、素敵、うん、アホなりに一生懸命書かせてもらいましたので、いやいや、少しでも多くの方に見てもらえればなーなんて思って、いやいや、めちゃくちゃ読みたいですよ、いや嘘でしょ、いや本当で、だって今おっしゃってましたけども、それで言うと例えばダウンタウンさんからも可愛がられていて、うん、そしてトンネルズさん、のりたけさんからもっていう人ってあんまいなくないですか、はい、これはなんでかって言ったら、やっぱ極論アホやからやね、多分、まあ、はい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 、アホが、まあ、あかん、アホはあかんねんで、はい、こう先輩方に失礼のないようにとか、うん、そこがまた見たくなると思うんですよね、そのアホっていいフレーズで、なんというか気になりますよね、うん、で多分世の中にも、まあ、ある種僕もアホですし、うん、アホってたくさんいると思うんですよ、そんなことはないと思うけど、うん、いや、で、その中でそんなアホって自分が思ってる人もどういうことでこう遠藤さんみたいになれたのかっていうのも見たくなると思うんで、いやもうほんとね、だから皆さんも俺も含めてね、はい、大したことないね、何にも大したことないけども、うん、一応こうね、後ろ指刺されずにここまで頑張ってきました、うん、なんとなく、はい、これも皆さんもね、やっぱ共通するとこあると思うんで、うん、もしよかったら、あ、こんな感じでもうほらもう付き合い長いから分かるけども、はい、なんかこう気楽というかさ、そのこう力入れすぎずに楽な状態で、うん、そう、はい、まあ、踏ん張ってる時期も多分あったんやろうけど、でも、はい、なんかこう結果的になんかこう肩の力抜いて、はい、時の流れに合わせて、うん、で大好きな人にはちゃんとしとけば、うん、あ、皆さん可愛がってもらえるよ、なんとなく生きていけますよみたいな、仮に人付き合いが苦手だったりとか、うん、そういう人もたくさんいると思うんですよね、はいはいはい、そういう方にも刺さるかもしれないですね、あ、まあ刺さってもらえたらいいですけどね、うん、きっかけは何だったんですか、本を出すもう一番最初の、例えば遠藤さんが本書きたいってなったのか、うん、はい、どっかからお話が来てとかですか、いやいや、単純に本当いろんな方に感謝したいなと思ってて、50歳っていうのがあったんで、はい、なんか残したいな、でも皆さんにも感謝も伝えたいなとかってあったら、あ、じゃあもう本にまとめて、まあ、売れる売れへん別としても、はい、本にまとめて、残しとけば誰かが手に取ったら、まあ、それで全てわかるかなみたいな感じで、まあ、僕から発信させてもらったんですけどね、いや素晴らしいです、いや、ありがとうございます、なので皆様ぜひこちらですね、うん、我が輩はアホである、うん、本当に素敵な表紙で見てくださいこの遠藤さんの顔ねえ素敵でございますけども、いやいや本当に、まあ、確かに、まあ、うん、ちょっと、まあ、ちょっと失礼かもしれないですけど、ぶっちゃけ、うん、遠藤さんってアホですもんねぶっちゃけ、まあ、そのなんて言うんでしょうね、いろんな笑いすぎやでしょぶっちゃけそのなんて言うんでしょうね、結構番組でもいじられたりとか、もちろんもちろんもちろんされてるじゃないですか、うんうん、全然全然それはね、いや、まあ、そんなことないのは分かってますよ、僕はなんで、だってプライベートご一緒してますから、うん、やっぱりある種ね、こんなん言ったら野暮ですけども、キャラクターみたいなことあるじゃないですか、あ、まあ、ちょっとね、ちょっとね、そこはでも、やっぱアホぐらいのがこう結局、だから俺の理想は、はい、まあまあなんかあっても、まあもう遠藤やからな、まあしゃあないやな、どうせ遠藤やしなぐらいのポジションというか、うん、だから嘘はついてないけど、うん、ちょっとなんて言うんでしょう、うん、いい感じの、うん、ですよね、そうそう、なんかもう遠藤やからもうしゃあないかってこう流してもらえるような、はい、うん、受け手の方たちが本当にもう皆さん寛大で、はい、それはもう先輩であっても後輩であっても皆さんそうなんですよ、うん、うちの相方にしてもそうですけど、はい、もう周りの人らが本当寛大だなっていう、だから俺なんてもうどうしようもないやつだけども、これいつも言われるの、いや本当にもう俺本当にそれ思ってるから、いやいや遠藤アホゾウさんはそんな人じゃないですよ肖像や遠藤肖像やすいません、うん、遠藤翔造さんだ、そうそうそう、アホ像ではないですよねアホ像じゃないよすいません、笑ってるやん、そう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 、面白いです今
勝負やで。そうやで、ほんまに。わかってますよ、もちろん。トンボくんやね。あ、彼トンボで言います。たまに見てます、あ、ありがとうございます。彼はトンボって言うんですけど。いや、でも素晴らしい、面白そうだよね。いや、まあまあ。こちら、本当に、手に取って読んでいただきたいのでですね、もう一度言わせてください。我が輩はアホである。書いたのが、アホリコの遠藤。誰が、誰がアホリコやねん。すごいな。おもろい。はい。アホリコとかって言ったら面白いの。ごめんなさい。いや、ごめん。なんかその変なあれじゃなくて。あれ、すいません。はい。じゃ全然ええねんけど。今の面白かった。いや、単純に。これ、ごめんね。あ、全然。変な意味じゃなくて、はい、もう全然変な意味じゃなくて、面白かった。そうですね。はい。それ何？カジが言ったからってこと？それ他の人が言っても今の面白かった？はい。あ、そうですね。面白かったかな。あれ、でもみんな笑ってへんやんか。すいません。すいません、僕はちょっと、あれ。お前が調子乗ってるからちゃうんか、こら。すいません。すいません。ごめんなさい、もう本当に。いや、いいですよ、そんなんやったら、俺マジで。じゃあ、いや、ごめん。もういい。いや、じゃあ、ほんと、いや、もう、ていうっていうのも、ちょっと多分無理やから、あれだ、もう切ってもらってないです。ていうっていうのも多分もう無理でしょ、空気的に。すいません。全然。じゃあ一回切ってもらっていい？僕はちょっと失礼すぎたかもしれないです。ってことごめん、ちょっと今の申し訳ないです。いいえ、とんでもないです。ってか、全然いいんですけど、ええねんけど、なんか、もう調子乗ってるというか、アホであるとかって言って、アホとかって言ってんねんけど、その、なんか、バカにされるっていうことのアホではないやん。そうですね。そこがなんか、ほんで、自分らも、はい、特に自分、あ、すいません、なんか、そういうふうなスイッチを言ってんの、なんかその、お前が言ったら、絶対笑わなあかんみたいな感じになってるってこと、あ、そういうことじゃなくて、じゃあ、お前の本心ってこと、自分、はい、すいません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 、名前出んのかこれ。いや、名前出ない、すみません。おい、すみません。いや、ちょっと、マジで。すみません、本当にすみません。すみません。ごめん、ちょっとごめん。調子なんだよ、これ。すみません。おい。いや、座るや、これ。すみません。どうしよう。じゃあ、お前もお前やぞ、これ。そうですね、はい、僕も。ちゃんとやるや、お前。はい。ちょっと調子乗ってしまいました。調子乗ってるやろ、どう考えたって、これ。ちょ、お前らもちょっと言っといて、ちょっとなんかもうこの嫌やから、ちょっと、まあ、ええで、別にほんまマジで、もうこれ流したらええやん、こんなん別に。いや俺別に、俺ええし、俺間違ったと思ってないし。いや、遠藤さん全然間違ってない。あのな、俺お前に言ったやろ、昔からな、距離感というか、やってええことと悪いことっていうのはちゃんと分かっとけよって俺言ったやろ、何回もな。はい、分かってええやんけ、俺ら。お前それ、これお前のあれやろ、言うたらもうスタッフで、はい、お前が全部教えてんやろ、そうっすね、分かってええやんけ、女ら、すいません、調子乗りやがって、お前これ、すいません、何それ、メガネ、これ目悪いんか、お前、いや、伊達メガネで、は、すいません、これ、ドア入ってない、なんでかけてんの、そんな、すいません、調子乗ってるからやろ、裏方がお前、伊達メガネって何や、それ、お前、すいません、痛いんか、こら、調子乗んな、こら、お前ら先生やぞ、こら、すいません、調子乗ってんねん、まあ、調子乗ってんねん、お前らなあ、もう誰も言われへんやろ、お前感じたことかってなったら誰も言われへんやろ、もうなあ、はい、だろ、お前、すいません、本当に全然ええよ、もう申し訳ないです、すいませんでした、ちょっとまた、いや、言えよ、言えよ、ちょっともうちょっと僕が本当にちょっと何があるか言えよ、女ら、何があるか言え、いや、そのちょっとこう笑いすぎたというか、何がおもろかったか言えよ、女ら、
何がおもろかったんよ、こら。おい、何がおもろかったんや。いや、その、エンドさん、なんでお前がお前見して笑ってんやろか。すいません。あ、こら。すいません。こら、エンドさん。お前、好きや、こら。おい、こら、お前、舐めてるか、こら。いや、舐めてない、すいません。もう調子乗ってんやろ、お前。調子乗ってないっす。あ、お前。お前、なんかお前みんなの前で歌歌って、こら。調子乗ってんやろ。あ、すいません。何すや、こら。閉めるとこちゃんと閉めろ、これ。はい、お前もじゃ、これ。はい、すいません、すいませんでした。どうしよう、もうええわ、もうごめん、ごめんなさい、帰るわ。すいません、すいませんでした。もうええわ、もう。すいませんでした、すいませんでした。また連絡するわ。はい、すいません、すいません。ちょっと俺がちょっと行き過ぎたかな。いや、ちょっと僕はちょっとまずかったですか。ん、そのまずかったですか。まあでも俺のボケが悪かったなっていうところやな。ちょっとすいません。まあまあ、もう棒は悪くないというかしょうがないよな、ちょっとね。そうですね、ちょっと事故じゃないですけど。ちょっと俺謝りに行かなあかんわ。ちょっとまあでもひょっとしたらトンボと一緒に行った方がいいかも。ああ、そうですね、はい、うん、ちょっと僕も一緒に、そう、ね、今日とかでもいいから、はい、ちょっとまた俺から連絡して、はい、あのでもそんなんってなりそうやけど、でもあっこまで怒る遠藤さんってあんま見ないかな、ね、ちょっと僕もちょっと分かんないっていうか、うん、ソーリー、まあまあ、すいません。攻めすぎたな、俺も。いやちょっと攻めす…いやでもそんなに…ドッキリ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 ドッキリ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 。しんどい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 、なんすかこれ。江戸さん、こちらへどうも。しんどいしんどいしんどい。ごめんごめん、ちょ、遠藤さん、ごめんごめん、ちょ、遠藤さん、ごめん、どうぞ。なにこれ、ちょ、なにこれ、なにこれ、ごめんごめんごめん、なんすかなんすか、なにこれ、なにか、ちょ、ドッキリ大成功。ごめん、ほんとごめん。遠藤さんがブチ切れたらトンボはどんなリアクションするか、ドッキリでした。ドッキリです、ドッキリです、ドッキリも大成功、ドッキリ大成功ですよ。しんどい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 、ごめんね、しんどい、なんすかこれ、しんどいな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 、なりたいな、なりたいな。何これ、何がドッキリ、ごめん、一旦座ろ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 、すみません遠藤さん、ありがとうございました。いえいえ、メガネ、これメガネ、これこれこれ、メガネ、これだって、ちょっと待って、これ何これ。いや、ほんとごめんなさい、ほんとほんとごめんね。いや、どうですか、ごめん、ほんとごめん、ちょっと待って、何、え、ドッキリ、ドッキリですよ、ドッキリ。あれ、あなた覚えてないですか、3年前。え、なになに、3年前思い出して、3年前思い出して、この手のやつなかったでしたっけ、うん、え、さ、あ、タメ口の、そうですね、ぶち切れ、そう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 、あれ誰が考えたんだっけ。あれ僕が考えましたけど、はい、3年越しのリベンジです。しんどい。しんどいよ。しんどいな。しんどいっすよ、遠藤さん、本当に俺、遠藤さん、俺、遠藤さん、俺、あの、俺嫌われてんのかなと。そんなことないよ、そんなことないよ。ドッキリ？ドッキリ、ドッキリ。全然怒ってない。マジっすか？1ミリも怒ってない。いや、ちょっと、え、本当に怒ってないですか？全然怒ってないよ。だってさ、だって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 。ほん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 。え？ほん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 。本は、なんで本ないねん、これ。あ、いや、もう怖い。すいません。ダッキリダッキリ。え、これも何か、違う、あの、これはほんまなんです。あ、これはほんとえ、これはあ、そうね、わかるな。これはほんまです。これはほんまなんですけど、あの、ほら、我が輩は、アホである。うん、僕、私、アホなんで、そんな、切れたりしませんよ。しませんよ。だってアホとか、ポジ、なんか、いい意味でおっしゃってたのに、うん、アホのこと言ったらめっちゃ、うん、めちゃめちゃ痛いやん、そんなん。てか、ちょっといいっすか、ごめんな、トンボ、ごめん、ちょっといいっすか、一個、うんうん、ち
遠藤さんマジ怖すぎますちょっともうドッキリじゃん。違うね家事に全部注射されてんねん俺。家事にこうやって怒ってくださいね。まあまあちょっとね、言っててんけど、ちょっと遠藤さんのアドリブ力がエグすぎて、皆さんもう気づいてると思うけど、俺途中からマジで俺もビビってた。じゃあ、この聞いて。なんすか。遠藤さん、な、俺芝居ってたやん。俺あんな聞いてないし、めっちゃ怖かったし。これやったら柔らかい、これもう今度ふにゃふにゃやから全然安心なんですよ。マジでびっくりして俺。俺ほんまなんかいろいろそう。トマトのように思われてて、怖いってなって思ったよ、俺も。よくないよくない。実は。あ、そうなんすか。違うんです、違うんですよ、本当に。いや、なんかこう、思いのほか、はい、ちょっとこう、仕掛け早かったというか、はい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 、結構、家事がね、3個ぐらいボケ。それ用意しててん。あ、ボケで、はい、で、3つ目で、まあ、きっかけやったんですね。はい、意外と早めに来たなと思って、あ、全然いいんですよ、はい。で、ちょっと2回目ぐらいで、あ、このペースで来るからちょっと早めにやっとかなあかんと思って。なるほど。2回目ぐらいの時にチラッとこうトンボ君だけ見て、なんかちょっと引いてたのなんかすごいなお前、なんか面白い今おっしゃってました。ちょっとそれでもうピリッとしたんですよ。してお前じゃあそこでピリッとして、よう3回目のアホリコさんのボケで笑ったやん。笑うじゃないですか普通。そうやねん。俺だけ笑ってるみたいな感じになってでもあれだけ2回目でピリッとしてたの、確かにトンボ君の目が、あ、ごめんすいませんみたいな感じになってて、はい、3つ目のアホリコさんのところで笑ってる時に俺、はい、ほんまにイラッとしたから笑うんや笑うんや。いや俺なんかごめんごめん、ほんとごめん。俺だって遠藤さんやばい、やばい。それで俺あのゴルフとか遠藤さんの行かないから嫌われてんのかな。いろいろあった。それもありましたね。それもあった。遠藤さんこいつ来ないんですよゴルフ、ほんとに。ちゃうええねえねえ、そんなええねえ、それぞれのね、それぞれの用事があるから、それ全然いいんです。ごめんごめん、申し訳ない。お前このドッキリを俺に仕掛けたんや。いやこれは本当にごめん。3年越しのリベンジや。いやごめんなさい、遠藤さんやばい。いやいや、すんません、ちょっとお芝居がやばすぎますわこれ。でも俺あれで、ね、ガキではもうあの臭い演技でおなじみの遠藤やねん。ガキ使ではそうですけど、あいや違う、やばい。めちゃくちゃ怖かった。いや、めちゃくちゃ怖かったっすよ。本当。こんな遠藤さん。遠藤さんがこんな。しんどい。なんか目がやばいやろ、遠藤さん。いや、怖い、怖かった。目がやばいのよ。そんなことない。あ、でもなんかおかげでなんか、頭痛が飛んだわ。あ、よかった。え、実は今日頭痛がひどくて、偏頭痛が。ずっと朝から偏頭痛で、ちょっとずっと重かって。そう、なんか飛んだ、飛んだ、飛んだ。よかった。いや、ごめん、本当。トンボ君申し訳ない、本当にちょっと申し訳ないから、トンボ君もうこんな感じで帽子つけたからこれあげるわ。いやいや、あ、本当ですか。ありがとうございます。それ持って帰って持って帰って、もうあげるあげるあげる。というわけでドッキリ大成功です。いやだー、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお願いします。これは本当なんですよ。これは本当なんです。これは本当です。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に無茶な企画ありがとうございました。ありがとうございます。遠藤さんの芝居はすごいっていう。うん、ありがとうございます。すごかった。だから全部してたやん俺。ああ、そういうこと。全部してたっていうか、そもそも誰が来るかわからないツーショットトークあるでしょ。はい、あれ、あの僕が木島くんに言って。そういうこと。そうなのよ、全部もうだいぶ前から始まってんのよこれ。怖ぇ。あ、じゃあ遠藤さん持ち込み企画じゃないんすか。違いますよこれ。怖ぇな。お前もそういうことやるやないか。お前帰ってくんねん自分に。いや、ちょっとすごかった、なんすけども、はい、ちなみに今回ですね、はい、遠藤さんとのコラボ動画になっておりますので、コラボ動画、そして、ある意味ある種というか、まあ発表動画でもあったりもすると言いますか。そうですね、ちょっと大切な動画になってたりするんで、はい、ぜひ皆様概要欄に飛んで見てみてください、うん、そしてチャンネル登録のお願いします。お願いします。ココリコさんのチャンネル、遠藤さんのチャンネル、うん、もう一個できますよね。もう一個、もうこれだけできます。はい、これをちょっと伝えておきますんで、はい、ぜひ飛んで見てみてください。お願いいたします。遠藤さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。